本当にやばい。これ聞くとこまでたどり着けるかな。レベルが近かった。どうもフィッシャーズシルクです。マサイです。モトキザカオナホ。心霊企画です。ある方のオタクです。ある方なんですけど、その方オカルトマニア、いわく付きのものを家に大量にこう保管されてるんだけど、なんで、まあ、またいだりちょっと足でドンってぶつけたりすると最悪のことが起こるから、それだけは気をつけてくださいってさっき釘刺された。最悪のことっていうのは言わずもがな、まあ、言われたことは絶対守ってください。心霊にまつわるものを今から拝見させていただきましょう。お話を聞きましょう。なかなかこんな経験できないと思うんで。関西を中心にオカルト活動をしてますオカルトコレクター田中俊美です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さまざまな噂を聞きまして、いわくものを気にする。いわくもの、動く人形とか、うん、ここに今いくつぐらいあるんですか。10何個あるんですか。紹介していただけるってことでちょっと来させていただいたんですけど、いいですか。はい、まあ、それのもしお話だったりありましたら、うん、はい、聞かせていただければなと。チャーミー人形です。チャーミー人形、はい、とある介護施設、関西の介護施設があるんですけど、はい、気づいたらあったらしいんですよ。気づいたら、はい、俺はね、はい、その子見れないわ。まあ、おじいちゃんおばあちゃんがいるわけなんですけど、はい、可愛がるんですって。はい、可愛がったら確実にその人が死んでいくんですよ。へえ。まあ、亡くなりそうな人がもしかしたら可愛がるのかもしれないですけど、まず縁起が悪いってことで一回地下の倉庫にも閉じ込めたんですよ。で出てくるんですって。僕階段ライブ全国でやってるんで、うんうん、プレゼントです。プレゼント、僕誕生日やったんです。うん、そこじゃないですけど気になってるの。あるあるなんですけど、あの電気に来るんですよ。例えば電気がチカチカしたりとか、あ、そういうのは多い。一応霊能者の人に見てもらったら女の子が入ってるって言ってましたね。ああ、子供なんですね。子供なんですよ。ここに来てからは夢を見るんですよ。夢の中で、うん、もうこれ結構連続して見てるんですけど、うん、ずっとこれを開けようとしてる夢見るんですよ。それ何なんですか。動物の牙なんですよね。剣士がすごい。そうなんですよ。俺やっぱあの子だけは見れないよ。なんか預かってからなんか、うん、口の中に何か入ってるなと思って、はい、ガガガってほじってたんですよ。はい、米が出てきました。米、あー、詰めるっていうもん ね。いや、レベルが違えわ。ほんまに見せん方がええって言ってたんで。え、目見たらあかんらしいんですよ。あ、ちょっと先に言ってくださいよ。デスマスクなんですよ。あー、はい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 。誰も住まなくなった家に権利を買って入った人が金目のものを漁ってたんですよ。はあ、豪勢の仏壇をうわーって揺らしてたら、なんかバコーって変な引き出しが開いて、うん、このデスマスクがバーって出てきたんですよ。ああ、目合わしたらあかんっていうのと話しかけたらあかんでっていう、それだけ言って、あの、去っていくっていう。え、怖いし、ちょっと目合いそうなんですね、さっきから。そう、琵琶湖ってあるじゃん。ああ、琵琶湖、はい、でかい。琵琶湖の中に竹生島って島があるんですよ。はいはい、へえ。あのパワースポットって言われてる。はいはいはい。そこの島で500年前にずっと呪詛をかけてた、呪いをかけてた人形なんですよ。これ結構な迫力があって。なんでここにあるんですか。探し求めて、こういうやつなんですよ。うわ、友達でいわゆる霊感の人、はいはいはい、で見てもらったら見た瞬間に、はい、水落ちが痛いって言って出ていきましたね。うん、田中さんはそういうのに強いんですか。僕ね、だからあの鈍感なんですよ。ああ、そっちか。はい、ああ、ちょっ、まあ、場所言えないですけど、はい、それ一番怖いんだよ、その前置き。2階建ての一軒家があるんですよ。はい、ある男の人が商売を始めたんですよ。はい、で、1階をその、お店にして、はい、で、2階でまあ、たまに寝たりしてたんですね。はい、商売っていうのが、まあ、こういうものをいっぱい集めてやってたんですけど、で、めちゃくちゃ品揃えとか良かったんですよ。うん、で、めちゃくちゃいい店やったんですよ。そのまま奥に行ったら、奥にね、
庭があったんですよ。四方八方家に囲まれてるんで、外からは入れない、ね、ちょっと見えないんですよね。そこの庭に大きい穴が開いてるんですよ、うん、めちゃくちゃでかい、深さが3メートル。あ、結構ある。前の前に住んでた人が、おばあちゃんが孫と住んでたらしいんですよ、ね、うん、そこでなんか魚の養殖、うん、商売しようとしてたらしいっすわって言うんですよ、ね、うん、それじゃあそれ商売でうまいこといったの、うん、いや、溺れて亡くなったらしいっすって言うんですよ、その池で。魚の養殖できずに、そこに孫が帰ってきたんですよ。で、孫が助けようと思って、二人とも死んでるんですよ、そこで。事故物件やねんかって言ったら、聞かされてなかったらしくて、一人挟んでるんですよね、そのおばあちゃんが亡くなってから、はいはいはい、若い子がバーをやってたらしくて、うん、でも半年もせずに出て行ったらしいんですよ。で、それなんで出て行ったんって言ったら、お化けが出るって言うんですよ。もう逃げるように出てた、はあ、それでお前、お化け出んのって聞いたら、はあ、出ますって言うんですよ、はあ、子供が走り回るらしいんですよ、はあ、で、上で寝てたら階段をギーギーってこう上がってくると、はあ、それは大丈夫なんですけど、おばあちゃんがね、寝てたら首絞めてくるんですよ、はあ、それがこう夜中寝てたら、はあ、死ね、死ね、死ねって首を絞めてくるらしい、はあ、で、それがしんどいんですって言います。そこ の, あの家にあったのが、もともとあったのがこの人形なんです。はあ、あの根深いものは右側とかに何かあるんですか、こっち側とかって。あ、こっちですか。はい、こっちはね、あ、やっぱこの中にありますね。あ、やっぱそうだ、うん、これシルクさん、ちょっと気づくんがあれですけど、根深いものは、あ、そのうわ、いや、友達からね、預かったというか、うん、これを飾ってから、うん、もうええことがないんすって。確かになんかね、僕も出しとくん嫌やなと思って。そうですよね。だから、置いてたんですけど。この、その段ボールの裏の方から、ちょこちょこってなんか黒いのが出るんですよね、さっき。だからちょっとそこが裏が気になったんですよ。喋ってる途中のこの裏側からね、黒いのが出たり入ったりしてるね、うん、そこは何かいますか。いや、あそこは何も。あ、じゃあ、うん、鈍感です、僕は。もっと増えていくんで、またうわ定期的に見に来てください。定期的年パスみたいな。まあでも、まだ送られてくるものがあるんですよね。そうなんですよ、それ以上にある。定期的にカチカチなの怖いですしね。さっきからそうからね、カチ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 。でもね、音、あ、それは結構鳴りますよ、あの、あっちいても。本日は心霊を僕ら結構動画でさせていただいてるので、はいはい、お詳しい方にお話を伺おうということで来させていただきました。ありがとうございます。ありがとうございました。すいません。はい、ということでね、戻ってまいりました。はい、お疲れ様です。普通じゃない、あれは。あとね、あの赤ちゃんは絶対かかっちゃいけない。うん。右側から、なんかね、尻尾みたいなのが、うん、すんで出たり入ったりしてこっちをこう伺ってるみたいな。それ右側に何があるっていうのはもう当然俺も聞かされてなかったし、うん、段ボールの横から黒い細長いなんか気になってて、なんかありますかって聞いたら、あれ当てられんのはすごいって帰り際にボソって言われたの、うん、それが一番怖いじゃん。だから心霊写真とかもバンバン撮れるらしくて、はあ、あんまり表に出す気はなかったんだけど、もうそういうの見えちゃったもんだから、あ、そういえばって思ってるし、ずっとカチ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 なってたもんな。ずっとカチカチなってたね。もう意味わかんないんだよね。そう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 、言われてることはね、しっかりと守ったんで、うん、大丈夫だと思いますけど、まあ、編集する時もね、顔見るなって言ったところはもう僕はもう基本的にね、視聴者にもそれは見せれないし、モザイクしながらでやろうとは思ってますけど、4月の29日にですね、ニコニコ超会議になんと我々フィッシャー出させていただきます。ありがとうございます。で、あの絶叫生配信、呪われた廃病院という生配信イベントにね、出ます。僕らもね、詳しいことは聞かされてないんで、どういうことかわからないんですけど、皆様と一緒にね、楽しめたらいいなっていうのと、なんかそういうイベントらしいです。ご視聴皆さんありがとうございましたね。皆さんもお気をつけください。お気をつけて。動画見てくれてありがとう。セカンドリー、ツイッター、インスタグラム、他にもいろいろやってます。チャンネル登録よろしく。せーの、アデュー。オッケー。